はい、ただいま埼玉県は熊谷市の熊谷ラグビー場にいます。こちらはですね、9月から開催されるラグビーワールドカップのですね、会場になっておりましてでですね、一応、まあそれをまあその会場になっているということで、現地の様子がどんな感じなのか見に来ました。まあところどころですね、あの工事をしていてですね、まあなんていうかワールドカップ本番への準備がまあ着々と進んでいるなという感じがします。でですね、こちらですね、熊谷ラグビー場の試合日程なんですが、2019年9月24日の火曜日に19時15分からロシアとサモアの試合、9月29日日曜日14時15分からですね、ジョージアとウルグアイの試合、10月9日水曜日13時45分からですね、アルゼンチンとアメリカの試合ということです。はい、まあ、周りは広々としていてですね、こんな感じです。はい、というわけで、まあ、なかなか熊谷のこのスポーツ公園ですね、全体の敷地がかなり広いです。はい、こっちにね、ラグビー場の C グラウンドで、こちらの方にはですね、ラグビー場の B グラウンドがあって、まあ、ラグビー場だけで、いくつかあるようですね。で、向こうの方にはですね、大きな体育館が あるのかなと思います。はい、ラグビー場をですね、もう一度眺めてみようと思います。確かですね、観客数が 3万人収容のスタジアムだったと思います。ちょっと間違ってたらすみません。はい、というわけでですね、本日は埼玉県の北部地域、7つの市と町をですね、訪問させていただきました。こちらの熊谷市がですね、一応本日の最後の訪問地ということで、まあ、本日無事ですね、7つの市と町の訪問終わりましたということで、ちょっと待ってくださいね。動画を終わろうとしたんですが、ですね、熊谷スポーツ文化公園の案内図があったので、こちらを見てみようと思います。今いるのがこちらですね。で、先ほどラグビー場の入り口の前にいました。まあ、ラグビー場であったりですね、そうか、彩の国熊谷ドームっていうのがあるんですね。陸上競技場もありますね。はい、あとはそうですね、ジョギングコースが あってですね、まあ、いくつかコースがあって、最長の長いコースだと全体コース4380m ということであります。はい、こっちの方もですね、案内図の方に移しております。ラグビーワールドカップ2019日本大会、埼玉熊谷開催ということで、そうですね、ところどころ通行止めになっているところが、まあ、あってですね、まあ、工事の影響ということです。はい、というわけで、本日埼玉
北部地域を回らせていただいて、現在いる埼玉県の熊谷市の熊谷ラグビー場が一応本日の最終の目的地であります。明日はですね、ちょっと台風があると来るということで、まあちょっと大雨、西日本が中心なんですけど、あの台風が来るのは西日本が中心なんですけど、ちょっと大雨の方、埼玉でもですね、関東甲信越地方大雨の予報がありますので、もうここのところをですね、いろいろと判断迷ったんですが、もう選挙運動の方はお休みとさせていただきますというわけで、熊谷市のですね、ラグビー場からお送りしました。最後までご視聴ありがとうございます。埼玉県知事選挙に勝って NHK をぶっ壊す。